12月19日に発売されたばかりの星野源のニューアルバム、ポップウイルスが絶好調だ。オリコンデイリーアルバムランキング4日、連続1位、12、18譜から12、21譜を記録し、早くも24万枚を突破。ランキング首位を独走している。大ヒット曲、恋、ファミリーソング、アイデアは、もちろん、山下達郎が、コーラス参加した、デッドリーフ、アルバムのタイトルトラックとして、ミュージックビデオが公開され、大反響を呼んだ、ポップウイルスなど、全14曲を収録し、発売前から、大きな話題となってた同作だが、着火日である18日には、ハッシュタグ、ポップバイラスがメディア露出がない中、ツイッターで、トレンド1位を獲得。さらに CD ショップでは、開店前から行列ができたほどの大反響だった。楽曲の素晴らしさがセールスにつながっているのは、もちろんではあるが、売り場を支えているのは、全国の各 CD ショップ、そしてその店員たち。そして以前より、星野源は、CD ショップや、そこで働く店員たちへの感謝を常々発言しており、今作、ポップウイルスリリースに際しても、感謝の思いを全国100店舗以上に、星野が直筆の手書きキャプションを送るなど、その行動で表してきた。連日深夜まで続く多忙なスケジュールの中でも何らか、CD ショップにお礼の気持ちをしたいという思いが、本日仕事で訪れた渋谷で深夜営業していた渋谷蔦屋に星野が訪問し、店頭挨拶という形で実現した。突然の訪問に店内がざわつく中、店内ポップへのサインなどに快く応じ、数分の訪問ではあったが、その感謝の気持ちを行動で表した。ツアー情報。星野源ドームツアー2019、ポップウイルス。2019年2月2日、土曜日京セラドーム大阪。2019年2月3日、日曜日京セラドーム大阪。2019年2月16日土曜日名古屋ドーム。2019年2月17日日曜日名古屋ドーム。2019年2月23日土曜日、札幌ドーム。2019年2月27日水曜日、東京ドーム。2019年2月28日木曜日、東京ドーム。2019年3月10日、日曜日福岡ヤフオク。ドーム。